原爆症認定集団訴訟の全面解決を求めて、原告や被爆者らが6月3日から5日まで厚生労働省前で座り込みました。日本共産党の志位和夫委員長と国田圭司国会対策委員長は6月5日この座り込みに駆けつけ激励しました。皆さんの被爆者の皆さんの戦いで6つの地裁に続いて2つの仙台大阪と高裁での勝利の判決が下りました。それで私は判決の内容を拝見して、やはり皆さんの戦いが画期的な判決を作り出したと、国の控訴を却下しただけではなくて、原告団の全員の原爆症の認定をはっきり認め、しかもその認める論理が非常に画期的な論理を打ち出した判決だと思います。すなわちこれまでは国は、被爆者の皆さんの認定に際しては、疑わしいもの、疑わしい方には補償しないという立場でした。すなわち原爆症の認定に際して被爆者の皆さんが、これは間違いない事実だという証拠を突きつけなければ補償しないと、疑わしい方には補償せずと、この論理できたわけですが、大阪高裁の論理というのは逆に、国が、その証明をしなければ補償しなければならないと、すなわち放射線の被害の疑いがある方はこれはそれが否定できなければこれ原爆症と認定しなければならないという画期的な論理で、全員認定ということになったわけでありますから、国はこれまでの立場が根本からひっくり返されたわけでありますから、そのことを重々反省して直ちにですね、この控訴は断念して判決を受け入れるべきだということを強く求めていきたいと思います。で、私どもの高橋議員が昨日国会でこの問題を厚生労働大臣にただしましたところ、これまでのようにですね、新しい基準の通りでいくということはもう厚生労働大臣言えなくなりまして、再判決については重く受け止めるということをともかくも言わざるを得ないところまで来ました。それから原告団の皆さんが300名以上の方のうち49名の方がすでに亡くなられていると、もうこれは一刻も猶予がならないんだということを私ども訴えますと、厚生労働大臣も時間との戦いだということは分かってますというここまで言いました。重く受け止める、時間との戦い、ここまで答弁した以上ですね、控訴はきっぱり断念する、そして全員の原爆症の問題については全員の解決をしっかりやる、そしてこれまでの国のやり方ですね、疑わしい方は補償しない、そうじゃなくて疑いがある方、放射線でによるそういう疾病の可能性のある方、それはもうそれを否定する論拠を国が持たない限り全員認定して補償するという立場に切り替えるべきで、そういう新しい基準を国は作るべきだということを強く求めてまいりたいと思います。で、皆さんの戦いがここまで追い込んできたことに心から敬意を申し上げますとともに、やはり戦後63年皆さんの一貫した戦いが、広島長崎の後核兵器の投下ということを見たり許していません。そういう世界を作ってきた、そして今ですね、核兵器のない世界を作ろうという声が、これまで核兵器の総本山だったアメリカの支配層の中からも起こるような、そこまで世界を変える力を発揮されてこられたのが皆さんの戦いですから、この戦いに心から敬意を申し上げますとともに、日本共産党を最後まで解決するまで一緒に頑張り抜くことをお約束してご挨拶といたします。共に頑張りましょう。山本原告団長から一言。共産党の新聞の赤旗には毎日のようにこの私たちの戦いを紹介してくださって本当にありがとうございます。これが本当に全国の大きな激励になって支援の輪を広げてくださっているというふうに思っております。これから先もまた
油断なく成果が確実になるまで戦いますので、引き続きよろしくお願いいたします。どうもよろしくお願いします。4回目の裏切りを、ね、絶対させないというようなことで、国家先生も昨日約束してくださいましたが、本当に頑張りましょう。